こんばんは、もっちです。とうとう自分のところにも回ってきました。じゃん、エギング日記来ちゃいましたね。とうとう、罰ゲームとかいろんななんかね、付け加えられてちょっとやりたくないなって思ってるところなんですけど、今回この日記帳に書かれているミッションがウルトラライトエギング 0.085 のラインを使ってイカを釣るというふうに書かれてます。ということで、まあいろいろ道具を準備してきたんですけど、まず 0.085 のラインなんですけど、5月の神事遠征の時にアジングで使用したデュエルさんから出てるザ・ワンっていうラインですね、の 0.085 です。これを実際に使ってエギングをやっていこうと思ってるんですけど、まず簡単にちょっとタックル紹介。ウルトラライトエギングということで、自分が持ってる中で一番ライトなタックルをちょっと準備してきたんですけど、まず竿からですね。普段アジングでジグターンとか用に使ってるヤマガブランクスブルーカレント 58TZ ジグヘッドスペシャルっていうやつですね。リールが同じくいつもアジングに使用しているシマのバンキッシュの 1000SSSPG ですね。これも実際に 0.085 のラインを今巻いてます。ちなみにリーダーなんですけど、リーダーは 0.65 のフロロを使おうと思ってます。まあ実際にこれを使ってアオリイカを釣っていけたらなと思ってます。もう罰ゲームはしたくないんで、まあ頑張ってやっていきます。頑張ります。エギング日記、ウルトラライトなエギングをやっていけたらなと思ってます。ブルーポーション 2.5 号です。さあ、投げたら釣れるまで帰れませんよ。何よりも心配してた飛距離なんですよね。さすがにこうフルキャストができないのであんまり飛ばせないかなと思ってたんですけど、ラインが 0.085 っていうこともあってめちゃめちゃ飛びます。ちょっと移動してきました。では村地の 2.5 号ですね。2023年10月5日中潮23時満潮、現在20時、揚げ潮のタイミングに回遊するアオリイカを狙ったエギング釣行。とりあえずいっぱい欲しいな。なんか当たった気がするけどな。ゴミやったんかな今の。さあ、場所移動してきました。さあ、場所移動してきました。濁りがひどいです。また移動してきました。当たりませんね。じゃあ戻るか。厳しいね。再び移動してきまして、最初の場所近くに戻ってきました。厳しいですね。ちっちゃくてもいいからいっぱい釣りたいですね。いいぞ、潮いいぞ。すごくいい感じに月も出てきて、23年10月6日小潮、前日23時満潮、現在深夜0時30分下げ始めのタイミングに回遊するアオリイカを狙ったエギング釣行。
たよ。来たよ、携帯触りやったよ。え、いかいの本当にこれ。あ、いか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 。えいえいえい。よっしゃはい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 。これは取りたいよ。絶対取りたいよ。よっしゃー、ナイスー、ナイスー、来ました、ガチャン来ましたよ。ほら、まあまあいいサイズなんじゃない。ほら、ちゃんといいサイズなんじゃない。釣れました、やっと。粘った粘った。よし、OK、はい、イカ釣れました、やっと。これはちょっと美味しくいただこうと思うんですけど、ちょっとサイズを測ってみようと思います。0.0ですね、ついに。えいと、サービス300です。300なら文句ないでしょう。まだーす。ヘディングリップ、このデュエルのザ・ワンっていう糸なんですけど、 0.08 号ですね。どのくらいの強度かっていうのをちょっと見てもらおうかなと思うんですけど、とりあえず指でこのくらいで切れます。PF ラインっていう名前が付けられてるんですけど、ポリエチレンフュージョンっていう名前が付けられてて、素材的には PE ラインと同じなんですね。エステルの 0.2 号とかを使ったことがあるんですけど、それよりは強い感じがしますね。ところでこう擦れさせると一発です。基本的に PE ラインと一緒なんで、こういう根ずれにはすごく弱いです。ただすごい軽い、ちょっとあります、これ本当綿みたいな。ヘディングリップ、はい、どうもお疲れ様でした。まあ、なんとか 300g のイカを1杯釣ることができました。ミッションクリアできたかなとは思うんですけど、まあ、今回この 0.08 号のザ・ワンを使っての調光だったんですけど、ウルトラライトエギングということで、まあ、めちゃめちゃ極端にもうこれ以上細いラインはないんじゃないかっていう 0.08 号、結構やっぱりシビアで気を使わないといけないところが多かったので、ちょっと極端すぎたかなっていうのがちょっと正直な感想ですね。とりあえず一杯釣り上げることができたので、まあ良かったかなとは思ってます。ということで、今回自分がやったこのエギング日記、無事というか、まあ罰ゲームをせずに済んだので、次の方に回していこうかなと思います。次の方がどういう調光をするのか、乞うご期待ということで、ということで、もちよく頑張ったなっていう方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。計測の映像はご覧いただけただろうか。使用したエギを含めて計測した結果 310g だった。今回使用した 2.5 号のエギの重量は 11g。 そう、ミッションクリアとなる 300g まで 1g 足りない結果となってしまっていた。彼には次回
さらなる過激なミッションをクリアしてもらおう。